この電車は名古屋久屋大通り方面徳重行きです。This train is bound for Tokushige via Nagoya and Hisaya Odori. 本日は市営地下鉄桜通り線をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は名古屋久屋大通り方面徳重行きです。次は名古屋人間ドックの大名古屋ビルセントラルクリニック日だまり心クリニック免疫エスカイン方面は次でお降りください。まもなく名古屋お出口は右側です。東山線、青波線、JR 線、名鉄線、近鉄線ご利用の方はお乗り換えください。東山線ご利用の方は前の階段をご利用ください。This is Nagoya. S2. Please change here for the Higashiyama, Aonami, JR, Meitetsu, and Kintetsu lines. 非常時は落ち着いて乗務員の指示に従ってください。本日は市営地下鉄桜通り線をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は久屋大通り今池方面徳重行きです。次は国際センター。さまざまな相談に応じる愛知県弁護士会名古屋法律相談センター方面は次でお降りください。まもなく国際センター。お出口は右側です。This is 国際センター。S3. Passengers bound for Nagoya International Center, please get off at this station. 次は丸の内。鶴舞線ご利用の方はお乗り換えです。中日新聞社方面は次でお降りください。座席はお互いに譲り合ってご利用ください。まもなく丸の内。お出口は右側です。鶴舞線ご利用の方は後ろの連絡通路をご利用ください。裁判所方面はここでお降りください。This is Marunouchi. S4. Please change here for the Tsurumai line. 次は久屋大通り。名城線ご利用の方はお乗り換えです。弁護士への法律相談、鈴高総合法律事務所、住友の仲介ステップ、住友不動産販売、名古屋営業センター、心療内科の日だまり心クリニック、サンシャイン栄永院方面は、次でお降りください。車内では、携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。また、優先席付近では、混雑時には電源をお切りください。まもなく久屋大通り。お出口は右側です。This is Hisaya Odori. S5. Please change here for the major line. ご乗車の際は扉付近に立ち止まらず座席の前までお進みください。本日は市営地下鉄桜通り線をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は今池五木曽方面徳重行きです。次は高岡。パチンコスロットのキング観光サウザンド栄東新町店日帰り眼科手術緑内障診療の愛知医大眼科クリニック未来方面は次でお降りください。まもなく高岡。お出口は右側です。This is Takaoka. S6. 次は車道。福寺、家の布、大塚屋車道店方面は次でお降りください。お年寄りや体の不自由な方に席をお譲りください。まもなく車道
車道。お出口は右側です。This is 車道。S7。次は今池。今池。東山線ご利用の方はお乗り換えです。パチンコスロットのキング観光サウザンド今池店。美、健康、食の楽園、リラクゼーションスパ、アペゼ。人間ドックであなたの健康をサポートするオリエンタルクリニック。MRI 人間ドック実施の準周回メディカルパーク今池。パチンコスロットのベガビック、ベガビック今池店方面は次でお降りください。自転車の路上放置は他の人の迷惑になります。自転車置き場をご利用ください。まもなく今池、今池。お出口は右側です。This is 今池。S8. Please change here for the Higashiyama line. この電車は五木曽荒玉橋方面徳重行きです。This train is bound for Tokushige via Gokiso and Aratamabashi. 本日は市営地下鉄桜通り線をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は五木曽荒玉橋方面徳重行きです。次は吹上げ、吹上げ。まもなく吹上げ、吹上げ。お出口は右側です。中小企業振興会館、吹上ホール方面は、ホーム中央のエスカレーターを、大久手交差点方面は、後ろの階段をご利用ください。This is 吹上げ。S9。次は、五木曽。五木曽。鶴舞線ご利用の方は、お乗り換えです。まもなく、五木曽、五木曽。お出口は右側です。昭和区役所、鶴舞線、赤池、豊田市方面は、後ろのエスカレーターを。伏見、上尾台方面は、前のエスカレーターをご利用ください。This is 五木曽。S10. Please change here for the 鶴舞line.扉に触れていると開くときに引き込まれる恐れがありますのでご注意ください。本日は市営地下鉄桜通り線をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は荒玉橋野並方面徳重行きです。次は桜山、桜山。愛知共栄学園共栄高等学校共栄幼稚園、名古屋経済大学高倉高等学校中学校、ヒイラギ耳鼻喉クリニックヒイラギキッズクリニック桜山方面は次でお降りください。まもなく桜山、桜山。お出口は右側です。私立大学病院博物館方面はここでお降りください。 This is 桜山。 S11.Passengers bound for Nagoya City University Hospital and Nagoya City Museum, please get off at this station. 次は瑞穂区役所。瑞穂区役所。まもなく瑞穂区役所。瑞穂区役所。お出口は右側です。This is 瑞穂区役所。S12.Passengers bound for Mizuho Ward Office, please get off at this station. 次は、瑞穂運動場西。瑞穂運動場西。瑞穂足クリニック。愛知瑞穂大学。愛知瑞穂短期大学。瑞穂高等学校方面は、次でお降りください。車内では携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。また優先席付近では混雑時には電源をお切りください。まもなく
水穂運動場西、水穂運動場西、お出口は右側です。This is Mizuho 運動場西、S13。次は、新玉橋。名城線ご利用の方はお乗り換えです。パチンコ、スロットのキング観光新玉店方面は次でお降りください。まもなく、新玉橋。お出口は右側です。名城線ご利用の方、市バスターミナル方面は前の階段をご利用ください。This is Aratama Bashi, S14. Please change here for the Meijo line. 緊急通報が必要なときは、車内の非常通報装置でお知らせください。本日は市営地下鉄桜通り線をご利用いただきまして、ありがとうございます。この電車は野並方面徳重行きです。次は桜本町。パチンコスロットのキング観光笠寺店方面は次でお降りください。座席はお互いに譲り合ってご利用ください。まもなく桜本町。お出口は右側です。This is Sakura Honmachi, S15. 次は鶴里。まもなく鶴里。お出口は右側です。This is Tsurusato, S16.次は野波。心温まるケアを大切にする産婦人科野村クリニック方面は次でお降りください。まもなく野波。お出口は右側です。 This is 野波 S17。座席で足を組んだり足を投げ出されると通路が狭くなりますのでおやめください。次は鳴子北。車内では携帯電話はマナーモードに設定の上通話はご遠慮ください。また優先席付近では混雑時には電源をお切りください。まもなく鳴子北。お出口は右側です。 This is 鳴子北 S18。 次は相生山。まもなく相生山。お出口は右側です。 This is 相生山 S19。次は神沢。まもなく神沢。お出口は右側です。 This is 神沢 S20。 皆様ご乗車ありがとうございました。次は徳重終点です。不動産仲介の住友不動産販売徳重営業センター方面は次からお越しください。この電車は車庫に入ります。引き続きご乗車できませんのでご注意ください。まもなく徳重終点です。お忘れ物のないように願います。お出口は右側です。緑区役所徳重支所徳重図書館方面はここでお降りください。 This is 徳重 S21.
Passengers bound for Midori Ward Office, Tokushige Branch, and Tokushige Library, please get off at this station. This train will terminate at this station. Thank you. Tokushige, Tokushige, 終点です。徳重終点です。徳重終点です。